めちゃめちゃ綺麗です。今日は8月15日お盆、そこにシーサイドホテル、一人で明け方に突っ走ってきたけど、暴風林かなあれ。向こうには浮き輪が、なんか夕暮れか明け方かよくわからんけど、一応明け方やけど、なんかバケツが残っている、なんか作ろうとした跡が残っていますね。赤と青と黄色のグラデーションが綺麗な、もうすぐ日の出のはず。